コードギアス反逆のルルーシュロストストーリーズ。取り戻そう、取り戻そう、取り戻そう、僕の物語を。作戦開始だ、行こう。プロの騎士団に参加したからには選択肢は2つしかない。私と生きるか、私と死ぬかだ。カレン、貫通電極は3番を使う。一撃で決められるな。はい。出力確認。副車波動機構外載状態維持。外周伝達。副車波動で地下水脈を一気に水蒸気化、その爆発力で大規模な山崩れを引き起こす。敵はこの事態に対処しきれていない。この混乱に乗じれば。聞こえるか、お前の部隊は予定通り土石流を挟んで残存する敵を叩け。コーネリアに近づけるな。了解。この手でブリタニアを倒す。蒼月では初の実戦か。まずは私が指示を出す。お前は機体に慣れることに集中しろ。ああ、分かった。さあここからだ。世界を変える、変えてみせる。予測される敵ルートの情報を送った。見えるか、そのルートの最終地点に敵を侵入させないように戦え。上に表示されている数の侵入を許せば我々の戦線は崩壊する。これが今持っている戦力、お前の手駒というわけだ。まずお前に先陣を切ってもらうぞ。ユニットをドラッグしてくれ。フィールド内に青に光る場所があるだろう。そこがユニットドロップの際、指をスライドした方向にユニットが向かう。覚悟はできている。右下のコストが減少したな。ユニットの出撃はコストが消費される。コストは 1.5 秒に1ずつ回復する共通のリソースだ。どのユニットを優先させるか、どのタイミングで出撃させるか、それが勝利への鍵となる。この動き止めてみろ。思っていたより敵の数が多いな。付近の部隊も合流したか。こちらも遠距離攻撃ユニットを配置し迎え撃つとしよう。遠距離攻撃ユニットは地の利と手数の多さを利用し、いつでも行けるぜ。頼むぜ。勝利は目前だな。戦線を維持して敵部隊を撃破しろ。
やった！よくやった。引き続き残存兵力を見つけ次第殲滅しろ。わかった。やるじゃないか。なんか忘れるな。よし、この調子で別の部隊も。蒼月、なかなかいい動きじゃない。カレンか。ああ、実戦で改めて感じるよ。この機体なら奴らに負ける気がしない。大した自信ね。でも気をつけて、ゼロの情報が正しければその周辺にコーネリアの腹心ダールトン将軍の部隊がいるはず。ああ、しかしどんな敵が来たとしてもここは通さない。コーネリアの元には行かせない。だからカレンはコーネリアを任せて。私とグレンの実力ブリタニアに見せつけてやる。あの色、あの機体、敵の指揮官機、ダールトンの部隊か。噂をすればってところね。そっちは任せた。なあカレン。何？絶対勝とう。ええ、ゼロを信じて戦い抜きましょう。日本を取り戻すために。よし、ダールトン、ここでお前を仕留める。日本解放戦線か。該当するデータがありません。おそらく新型かと思われます。なんだこいつ、早いぞ。いかんな、こんな状況なのに面白いと思ってしまった。これならどうだ。ふん、いい動きをする。しかし姫様のもとに行かねばならんのでな。行かせはしない。ゼロのもとへは決して。この手でブリタニアを倒す。世界を変える、変えてみせる。奴らを通すわけにはいかない。僕が前に出て進軍を止めないと。よし、ここで食い止めてみせる。覚悟はできている。この動き止めてみろ。カレン、どうした。我らを止めてみせろ。さっきまでの敵とは格が違う。聞こえるか。ああ、その子、状況はあまり芳しくないようだな。
さすがはコーネリアの腹心といったところか。相手の猛攻を耐え切るのが難しい場合は回復ユニットを活用するといい。井上を向かわせるとしよう。高台に配置することが範囲内であれば準備 OK よ。これくらい耐えてみせる。この動き止めてみろ。これで戦線は維持できそうだが、敵の勢いが鈍る様子はないな。活用できそうな高台がいくつかある。前の戦闘と同じく行けるぜ。頼むぜ。この動き止めてみろ。まだ終わり。戦況はこちらが優勢なようだな。ああ、あとはお前に任せる。こちらも本命が網にかかった。コーネリアか。わかった。この場は何とかする。頼む。おのれ、あの新型のパイロットにいいようにされてしまっている。姫様、どうかご無事で。ゼロ、任せてくれ。僕がダールトンをここで。姫様のために。ここは通させてもらう。通すわけにはいかない。なかなかやるな。だが行くぞ。蒼月、覚悟はできている。やっ、この動き止めてみろ。どう、これくらい覚悟はできている。やっ、バカ者、このままじゃ。この動き止めて。覚悟はできている。いける。負けられない。しくじった。やった。これで戦いが。テロリストごときに不覚を取るとは。やるじゃないか。なんかくれるよ。やった。僕がダールトンを。姫様、申し訳ありません。よし、これでとどめだ。おい、聞こえるか。大木さん、例の白兜が現れた。な、あの白兜か。彼が応戦してるが、新宿の件もある。なんかヤバい気がするんだ。わかりました、すぐに向かいます。あの敵将を討ち取れなかったのは惜しいが、一刻も早くゼロの元へ行かないと。ゼロ、見つけた。
ナイトメア、また新型白カブト、前にゼロは渡さない。ゼロ捕まれ。全力であいつを振り切る。落ちないでくれよ。おう、白カブト、この蒼月のスピードをしても速い。このままじゃ追いつかれる。ランスロット並みの速さだったらこれで当たって止まるか。あいつやはり足を狙ってきた。ゼロを生きたまま捕らえるのが目的なんだ。ならこいつで。これはエンマク、いやチャフか。今のうちに逃げろ。今ならファクトスフィアも機能していない。待て、お前はどうする。君が生きていれば僕の復讐は叶う。そのためならば僕は。やめろ、おい。くそ、自分の復讐を人に押し付けるな。たとえこの命を捨てることになったとしても、僕には成し遂げたい復讐がある。やり遂げる覚悟、それが必要だというのはわかる。そこか。この盾は飾りじゃないんだ。ナナリーが安心して暮らせる優しい世界のため。父さんや母さん、ヒナたちの復讐のため。ゼロの障害になるものは僕が排除する。人殺しのブリタニアを。強者が弱者をねじ伏せ、蹂躙するこの世界を。壊して新しい世界を作るために。あ、ここに人が来るなんて珍しい。どうやら出番みたい。あの子も待ってる。さ、こっちに。あのね、私ずっと待ってたんだよ。ここに来てくれることをずっと待ってたんだ。私、あのね、あなたにこのゲームを案内する役目なの。それじゃあまずはなんだっけ、スカウト。そう、それそれ。あなたと一緒に戦う仲間をスカウトしに行くの。ここで仲間をスカウトできるよ。今回はなんと星4が必ず1人は出るよ。さあやってみて。すでにチェックメイトだ。私分かったんです。
理想の国家とか大義とかそういう難しいことじゃなくて、ただ私は笑顔が見たいんだって。私の名はユーフェミア・リ・ブリタニアです。みんなが幸せになれるよう私に力を貸していただけますか？美島の奇跡か、君も私に奇跡を望むのか。東堂京四郎だ。日本をブリタニアから取り戻すために力を貸してほしい。よろしく頼む。四聖剣の千葉渚だ。お前の騎士団での活躍は耳にしている。噂が本物かどうか確かめさせてもらうぞ。はじめまして、ニーナ・アインシュタインです。あなたも生徒会に入るんだよね。よろしくね。特別派遣共同技術部所属のセシル・クルミーよ。困ったことがあれば何でも相談してね。生徒会初期、リバル・カルデモンドだ。今日から同じ生徒会のメンバーだな。歓迎するぜ。私は神聖ブリタニア帝国の軍人、キュエル・ソレイシーだ。以後、よろしく頼む。次はあなただけの舞台を作ってみよっか。ここでは舞台を編成できる。まずはパイロットを設定しましょう。それじゃあコストが軽くてバトルの先陣を切るのが得意な突撃タイプを選んでみよっか。選択したらパイロットを設定できたのなら、次はナイトメアね。設定した突撃タイプのパイロットが活躍。突撃タイプのパイロットには近接ナイト、進路を塞いで敵の足。とりあえず1番目は決。次は殲滅タイプのパイロットを選ん。殲滅タイプのパイロットはコストが高いけど、そんな遠隔ナイト、進路を塞げ。とりあえず2番目も。次は修理タイプのパイロットはね、修理タイプの効果範囲。さ、策略のパイロット。これで次に編成するときは、せっかく舞台を編成したのだからクエストをしてみたら。こっちだよ。ここではメインストーリーの物語とバトルを楽しむことができるよ。また後でストーリーを見に来てね。今は早く戦いたいから。心の準備はできてる？
いいか、必ずお守りするぞ。今こそ忠義を見せる時。絶対勝つぞ。えいえいおー。まずは突撃タイプのパイロットが乗ったナイ。懐に入ればこちらのものだ。次は高台に遠隔攻撃のナイトメアを置いてみよう。おすすめはナイトメアの攻撃力。わあ、今あの願い。私に任せろ。これが純血派の力だ。イルミナ、押し返せ。あなたがへそを曲げている間に敵が迫っているみたいだけど。え、あ、別のルートから。守護タイプのパイロットを乗せたナイトメアを出撃させよう。潜在一遇来たり。この気を逸するな。守護タイプのパイロットを乗せた近接ナイトメアがたくさんの敵を当然もしているでしょ。これで迫ってきた敵はなんとかなるかな。これが純血派の力だ。イルミナ、押し返せ。いつの間にかみんなのヒットポイントも減ってきちゃったね。修理タイプのパイロットを乗せたナイトメ。うまく操縦できるかしら。これなら範囲内の味方ユニットを回復してくれるよ。敵もなかなか手強いみたいね。よーし、ここで策略タイプのパイロットを乗せたナイトメアも。いつでも行けるぜ。頼むぜ。さあ、一気に敵をやっつけちゃうよ。これが純血派の力だ。実に感動したぞ。やったぞ。圧倒的な勝利。これで純血派も重要視されるだろう。上々だったよね。うん、かっこよかった。お疲れ様。あのね、これでチュートリアルはおしまいなの。だから私たちとは一度お別れ。またいつか会うこともあるかもしれない。うん、その時はあなたの物語をたくさん聞かせて。それじゃあロストストーリーズを楽しんでね。あなたにこれをあげるね。ロストストーリーズの世界へようこそ。あなた、よく来てくれた。もちろん歓迎させてもらう。依頼が完了したな。んじゃ、気張って報告に行こうぜ。あの日、あの夏の日に、僕の物語は失われた。父の優しくも大きな手、母の柔らかな声、
あの子の愛おしい笑顔、その全てがあの夏の日に僕の物語と共に失われた。公暦2010年8月10日、神聖ブリタニア帝国が突如として日本に宣戦布告。極東で中立を謳う島国と世界唯一の超大国ブリタニア、両者の間には日本の地下資源をめぐる根深い外交上の対立があった。本土決戦においてブリタニア軍は人型自在戦闘装甲機ナイトメアフレームを実戦で初めて投入。その威力の予想を遥かに超え、日本側の本土防衛戦はナイトメアによってことごとく突破されていった。そして日本は負けた。日本は帝国の属国となり、自由と権利と、そして名前を奪われた。日本はブリタニアに全てを奪われたんだ。それは僕も同じこと。家族も名前も自分自身であることも奪われた。今となっては本当の自分だと言えるのかもわからない。だけど僕は生きている。日本とブリタニア両方の血を持つ僕は、偽りの家族と偽りの名前で、偽りの自分自身を生きている。僕は僕自身の物語を、奪われ失ってしまった物語を取り戻したい。そう、これは僕が僕自身の失われた物語を取り戻すための物語。今日も用事があって。そっか、じゃあまた今度。せっかく誘ってくれたのにごめん。ブリタニア人のクラスメイトか。悪い人たちじゃない。そんなこと接してみればわかること。でもどうしても馴染むことができない。エリア11、ブリタニアの11番目の属領を示す新しい日本の名前。ここアッシュフォード学園はエリア11に建てられたブリタニア人子女のための学園。僕はブリタニア人としてこの学園に通っている。半分日本人であることは隠して。あの店長、弱いくせにすぐに勝負に乗っちゃうんだもんな。おかげでバイト代が稼げるんだから文句はないさ。そりゃそうだ。で、わっ、悪い、前向いてなくて。いや、こっちも考え事をしていたから。悪かったな。これお前のだろ。え？ぶつかった拍子に落としたみたいだ。
拾ってくれてありがとう。これ折り紙って言うんだろ。珍しいものを持ってるんだな。何もあんな逃げるように行くことないだろう。傷つくな、ルルーシュ。いや、何でもない。彼、今日は学校に来てたんだな。知り合い？知り合いも何も、うちのクラスメイトだ。まあ、あまり学校には来ていないようだが。マジか。って、やっぱり急がないと店長が負けちゃう。心配ない。どんな盤面でも勝ってみせるさ。折り鶴か。あいつ、折り紙を知ってる。お兄ちゃん、これもらって。これは折り鶴？うん、いつもご飯を持ってきてくれるから何かお礼したくて。ありがとう。嬉しいよ。昔父さんがよく折ってくれたな。お兄ちゃんのお父さんもイレブンなの？ううん、違うよ。父さんも君も日本人。イレブンなんてブリタニアが決めた名前じゃない。そっか、私も日本人。ところで、これどうやって折るんだい？僕も折り方を習っておけばよかったな。あ、ダメダメ、開いちゃう。今度教えてあげるから、そのツルは絶対に開いちゃダメだよ。中に何か書いてあるの？だから、ダメだってば。すみません。頼んでおいたものを用意できてますか？あ、ガーフィールドさんとこの。用意できてますよ。いつもありがとうございます。ガーフィールドか。それは僕の本当のせいじゃない。あの人のせいだ。しかし、こんな大量の食べ物をどうするんです？もちろん食べるんですよ。育ち盛りなもので。はい、お金。前田あり。そうだ、教えてもらったエナジーフィラーに変えてからうちの車の調子がすこぶるいいんだよ。お母さんにお礼を言っておいてくださいよ。伝えておきます。あの人、クラリスさんは本当の母親じゃない。さて、準備も済んだし、決闘に向かわないと。ルルスは？リバルが連れてっちゃって。あれは生徒会長のミレイ・アッシュフォード。それに生徒会のメンバーか。また台打ち？ポーカーかな？それとも二人とも生徒会の自覚がないんだから。お金かけてるんですよ。頭いいのに、ルルは使い方おかしいんです。ちゃんと勉強すれば成績だってね。え、何気ない日常の会話。ブリタニアの学生なら、本来僕は日本人とブリタニアのハーフ。その事実を隠してブリタニア人として暮らしている。でも僕はどうしても割り切ることができない。ブリタニア人として生きることはできない。だからといって、ただの子供である僕が日本人として生きることもできない。僕は卑怯者だ。でも卑怯者でもできることはある。だから。あれ、今の同じクラスの。え、誰誰？
ちょっと会長、私の話聞いてます？はいはい、聞いてるってば。うちのルルちゃんは本当は真面目な子なのに。でしょ？もう会長ったら、そんな。貴族最高！プライドあるから支払いも確実だしね。その上8分32秒の新記録。相手の持ち時間も少なかったしな。それにぬるいんだよ貴族って。特権に寄生しているだけだから。へえ、じゃあイレブンとやってみるか。俺らブリタニア人と違って。ん？ひどいな、無関係な人を巻き込んで。イレブンって怖い。お待たせしました。ブリタニア帝国第三王子クロビス殿下、会見の時間です。帝国臣民の皆さん、そしてもちろん協力いただいている大多数のイレブンの方々も、わかりますか、私の心は今二つに引き裂かれています。悲しみと怒りの心にです。しかしこのエリア11を預かる私がテロに屈するわけにはいきません。なぜならこれが正義の戦いだからです。すべての幸せを守る正義の。さあ皆さん、正義に準じた8名に哀悼の意を共に捧げようではありませんか。黙祷。あれ、やんないの？リバルは？恥ずかしいでしょ。そうだな。それに俺たちが泣いたって、死んだ人間は生き返らない。わあ、刹那的。所詮自己満足。どれだけ背伸びしたって、どうせ世界は変わらない。警察のブイトールがあんなに飛んでる。疎開の方で何かあったのかな。あ、お兄ちゃん。こんにちは、ひな。一人？他の子たちは？ちゃんとゆうちゃんはお客さんが取れたから遅くなるって。マリとトモは中にいるよ。そっか、じゃあ中に入ろう。食べ物を持ってきたんだ。この子たちは7年前のブリタニアの侵攻で親を亡くした子供たち。身寄りもなく、子供たちだけで身を寄せ合って、ゲットーに隠れ住んでいる。出会いは偶然だったが、僕はこの子たちに何かしてあげたかった。だからブリタニア人の立場を利用して、食料や薬を買って、この子たちに渡すようになった。そんなことが何の解決にもなっていないのは分かっている。本当なら、こんなところから連れ出してあげたい。でも、僕にはそんなことをできる地位も、権利も、金もない。無力な子供なんだ。こんなの、ただの自己満足に過ぎない。いつもありがとね。私たちにご飯を持ってきてくれて。ううん、僕にはこんなことしかできないから。私がアコちゃんやユウちゃんみたいに働けたらいいんだけど、もっと大きくならないと無理なんだって。そっか、僕にもっと何かできることがあればいいんだけど。お兄ちゃんはいっぱいしてくれてるよ。戦争で親が死んじゃった私たちみたいな子供に
ご飯を持ってきてくれるんだもの。いつか私が働けるようになったらお礼するからね。お兄ちゃん、うん、ひなからはちゃんとお礼をもらってるよ。ほら、それ私があげた折り鶴持ってくれてるの？当たり前だろ、僕の宝物なんだから。嬉しい。次来るときは新しい色紙を持ってくるから、折り方を教えてくれる？今こそ忠義を見せる時。懐に入ればこちらのものだ。増援？だがこの程度なら。イルミナ、押し返せ！いつでも行けるぜ。頼むぜ。私に任せろ。これが純血派の力だ。イルミナ、押し返せ。千載一遇来たり、この気負いするな。イルミナ、押し返せ。実に感動したぞ。知っていた同志たちの犠牲があればこそ。やった、俺たちの勝ちだ。見たか、ブリヒラモ。この力で僕はブリタニアを。依頼が完了したな。んじゃ、気張って報告に行こうぜ。お前に届け物だとよ。プレゼントば。まだ起きてんのかよ。まだ起きてんの。
当選の気構えで当たれ。懐に入ればこちらのものだ。増援だが、この程度のイルミナン押し返せ。いつでも行けるぜ。頼むぜ。私に任せろ。これが純血派の力だ。イルミナ、押し返せ。潜在一遇来たり。気乗りするな。これが純血派の力だ。うまく操縦できるかしら。イルミナ、押し返せ。これが純血派の力だ。噂以上のお力、お見事です。やったぞ。お前の戦いぶりなかなかだったぞ。さすがエースと呼ばれるだけはあるな。今こそ忠義を見せると。いいか、必ずお守りするぞ。懐に入ればこちらのものだ。増援、イルミナ、押し返せ。いつでも行けるぜ。頼むぜ。私に任せろ。これが純血派の力だ。イルミナ、押し返せ。うまく操縦できるかしら。これが純血派の力だ。潜在一遇来たり。気を逸するな。イルミナ、押し返せ。これが純血派の力だ。やるじゃないか。このくらい当然だ。やった、俺たちの勝ちだ。見たか、ブリヒロモ。この力で僕はブリタニアを。素敵でしたわ、殿下。先ほどまでパーティーを楽しんでらした方とは思えません。総督はエリア11の看板役者ですからね。このくらいの変わり身は。まあ、自信が終わりですこと。心構えですよ。自信などとメディアの方々が喜ぶだけです。ああ、いえいえ、
私どもはクロビス殿下の治世に少しでも助けになればと。ハリボテの治世か。殿下。軍人？なんだ、無粋な。申し訳ありません。しかしまた特番かな。せめて素材は。愚か者！警察にはただの医療機器としか。全軍を動かすと。直属を出せ！ナイトメアもだ！イレブンのテロにナイトメアの部隊を出すのか。一体何があった？最初の手さ、なんでキングから動かしたの？王様から動かないと部下がついてこないだろ。あのさ。何？ルルーシュって社長にでもなりたいわけ？まさか変な。うわぁ、なんですか？のんきに走りやがって、ね、やめろ、そっちは。あの、俺たちのせい？まさか。なんだ？おい、ルルーシュ！エナジーの線が切れたみたいなんだけど。ああ。なあ、あれって。おい、こっちこっち！いへぇ、悲惨。なになに、事故？酔っ払ってんじゃないの？おい、誰か助けに行ってやれよ。どいつもこいつも。リバル、ちょっと行ってくる。え？おい、ちょっと。おい、大丈夫か？ここからじゃ運転席が見えない。一旦上に登るしかないか。おい、聞こえるか？見つけた、私の。え、どこだ？そこにいるのか？あ、おい、止まれ！まだ俺が乗って。ああいうのも当て逃げって言うのかよ。内側にもはしごをつけておけよ。警告する、直ちに停車せよ。今ならば弁護人をつけることが可能である。撃たれてる。次は当てる、直ちに停車せよ。軍まで出てきた、どうする？そのために私がいるんでしょ。出るのは危ないな。なんかヤバそうだし、携帯で。あ、女？いや、ひとまず隠れないと。アザブルートから地下鉄に入れる。カレン、ここであれを使ってしまおう。それじゃ虐殺よ。ああ、そそうだな。あの女、何をする気だ？ターゲットは疎開からゲットへ向かいます。よし、追い込め。イエス。スラッシュハーケン。
ナイトメアだと。こいつの威力はお前たちがよく知ってるだろ。くそ、本物のテロリストじゃないか。焦るな、まずはここから出る方法を見つけないと。回収せねば、何としても。あれは…こんにちは、バトレー将軍。貴様は…はい、特別派遣共同技術部のロイドです。その特派が何の用だ？だって始まるんでしょ？テロリストの掃討作戦。あはなぜそれを。あ、当たっちゃいました。貴様やりすぎですって。将軍とクロビス殿下が内緒にしていた何かを取り戻すのは簡単だけど、仲間もまとめて掃除したい。テロリストを泳がせればアジトがわかる。おめでとう、君の推理大当たりだ。あ、いえ、私はただおかしいと。もういい。で、特派としてはどうしたいんだ。だから掃除を手伝いたいんですよ。手伝い？ええ、データが欲しいんです。それで何ですか、奪われたものって。化学兵器、つまりは毒ガスだ。チッ、携帯は圏外か。この暗さと路面条件、かつての地下鉄路線を走っているな。行き先はどこかのゲット、出るのは危険。でも、よし、見えた。条件はクリア。軍の保護は尺だが、テロリストの通信機を土産に。あ、忘れてた。あいつ、俺を置き去りにして。でも行けるぜ。頼むぜ。
ああ。次が来るぞ。やるじゃないか。ちょっとこんな感じ。やった。私たちの勝ちだ。見てろよ、ブリタニア。懐に入ればこちらのものだ。増援？ヒルムナ、押し返せ。いつでも行けるぜ。頼むぜ。私に任せろ。これが純血派の力だ。ヒルムナ、押し返せ。千載一遇来たり。この気を一瞬だ。これが純血派の力だ。うまく操縦できるかしら。これ式のことで浮かれはしない。圧倒的な勝利。これで純血派も重要視されるだろう。東道教師郎、マカリトール。懐に入ればこちらのものだ。増援？だがこの手、ヒルムナ、押し返せ。いつでも行けるぜ。頼むぜ。私に任せろ。これが純血派の力だ。ヒルムナ、押し返せ。うまく操縦できるかしら。
これが純血派の力だ。千載一遇来たり、この気を逸するな。イルミナ、押し返せ。これが純血派の力だ。増援か。手を出すな。これは私の決闘だ。来やがった。イルミナ、押し返せ。これが純血派の力だ。私は我らを侮ったこと。やるじゃないか。これ式のことで抜かれはしない。やった、俺たちの勝ちだ。見たか、ブリヒロモ。なんだこの音。ゲットーの上空にブリタニア軍の輸送機。あんなにも兵隊が。今さらゲットーに。どうして。テロリストは地下鉄構内に潜伏している。貴様たちの目的はテロリストが奪った兵器を見つけることにある。イレブンの居住地、新宿ゲットー、旧地下鉄構内を探索せよ。発見し次第コールを送れ。ターゲットの回収は我が親衛隊が執り行う。貴様たちは名誉ブリタニア人とはいえ元はイレブンだ。同じ猿の匂いを嗅ぎ分けろ。銃火器の携行を許可される身分になるため功績をあげろ。今こそブリタニアに忠誠を見せるチャンスである。イエス、マイロード。さっき見たブイトールといい、何かがおかしい。嫌な感じがする。どうしたのお兄ちゃん。ヒナ、マリとトムを連れて一度ゲットを離れよう。ブリタニア軍がゲットーに大勢入り込んでいるんだ。でもアコちゃんやユウちゃんは。手紙を残していく。それに客といるのならきっと疎開の方だ。ここよりも安全だよ。何もなかったらすぐに戻ってくるから、さあ早く。考えられるのはレジスタンスがゲットーに逃げ込んだとかだろうか。でもこれまでにレジスタンス相手に軍がこんな大規模で動くことなんてなかった。やっぱり何か異常なことが起きてる。それならヒナたちを疎開まで避難させないと。一度僕の家に連れて行こう。トラックが止まった。事故か、それとも。攻撃されている様子はない。今のうちに上からよじ登れば。お前は、ブリタニアの。殺すな、これ以上。
待て、俺は。しかも毒ガスなんて。毒ガスだと。とぼけようとしても。だから、どうせその毒ガスだってブリタニアが作ったんだろう。お前、殺すな。だったらブリタニアをぶっ壊せ。ルルーシュ、僕だよ、スザクだ。お前、ブリタニアの軍人になったのか。君は、まさかこれ。何言ってんだ。毒ガスじゃない。さっきの兵士たちの姿がほとんど見当たらない。旧地下街の方に入ったのか。それなら好都合だ。いつものように地上のルートで大久保のゲートから疎開に戻る。いいかい、これから北に向かって大久保のゲートまで行く。そこから疎開に入ろう。でも私たち名誉ブリタニア人じゃないから、疎開には。僕が何とかする。ここはレジスタンスとブリタニア軍の戦場になるかもしれない。疎開に行けばひとまずは安全だからね。うん、お兄ちゃんの言う通りにする。ありがとうひな。さあ、マリとトモも行くよ。答えろよ、スザク。毒ガスか、この子が。しかし、ブリーフィングでは確かに。あ、隊長。この猿、名誉ブリタニア人にはそこまでの許可は与えられていない。しかし、これは毒ガスと聞いていたのですが。抗弁の権利はない。まずい、確かに毒だ。外に漏れればスザクの主人たちが危うくなるほどの猛毒だが、その功績を評価し慈悲を与えよう。クルルギー一等兵、この銃でテロリストを射殺しろ。彼は違います。ただの民間人で巻き込まれただけです。貴様、これは命令だ。お前はブリタニアに忠誠を誓ったんだろう。それはでもできません。何？自分はやりません。民間人も彼を撃つようなことは。では死ね。スザク！見たところブリタニアの学生らしいが、不運だったな。女を捕獲した後、学生を殺せ。イエス、マイロード。ブリタニアのクソども、日本万歳。
何？自爆だと？この隙に。なんだ？足元から地下で爆発でも起きたのか？やっぱりただごとじゃない。早くここから離れないと。見てろよブリタニア、やってやるさ。懐に入ればこちらのものだ。イルムナ、押し返せ。私に任せろ。これが純血派の力だ。でも行けるぜ。頼むぜ。これが純血派の力だ。うまく操縦できるかしら。だがこの程度なら。潜在一軍来たり。この気を逸するな。俺が純血派の力だ。イルムナ、押し返せ。自分のできることを全力で振り返るな。これが純血派の力だ。困難な任務をよくやり遂げてくれた。期待以上だ。このくらい圧倒的な勝利。これで純血派も重要視されるだろう。純血派のため、ブリタニアの誇りのために。手を出すな。これはピザをつくわけにはいかん。お相手捕まった。ブリタニアの力を見せてやる。うん。
見事だ。殿下もお喜びであろう。まあな。これぞブリタニアの強さ。歯向かう気力さえ置きまい。今までのお返しだ。ビビってられないよな。懐に入ればこちらのものだ。イルミナ、押し返せ。いつでも行けるぜ。さあ次が来るぞ。次が来るぞ。私に任せろ。これが純血派の力だ。イルミナ、押し返せ。思い知らせてやる。これが純血派の力だ。操縦できるかしら。これが純血派の力だ。千載一遇来たり。この気を逸するな。実に感動したぞ。そうだ。圧倒的な勝利。これで純血派も重要視されるだろう。みんな大丈夫？私たちは平気。お兄ちゃん、あれを見て。あれはナイトメアフレームの輸送機。まさかブリタニアはナイトメアまで使う気なのか。どうする。いっそのこと軍に保護を求めるか。いや、ナイトメアまで持ち出している事態なんだ。まともな状況じゃない。できるだけ軍に見つからずに疎開に入った方が安全だ。そこの入り口から入って地下道で駅を越えよう。うん。でもさっき。大丈夫、地上よりは安全だから。うん。ヒナはさっきの揺れが爆発だと気づいている。爆発のことは僕も気になるが仕方ない。地下の方が入り組んでいる分、距離は長くなるが、身を隠す場所が多いことも事実だ。地上にはナイトメアフレーム、地下では謎の爆発。一体このゲットーで何が起こっているんだ。逃げられただと？それでも親衛隊か？申し訳ありません。爆風はほぼ情報に拡散したのですが、岩盤が。何故お前たちだけに教えたと思っている。
探索を続行します。作戦は次の段階だな。しかし殿下、あれが外に知られたら私は敗着だよ。本国には演習を兼ねた区画整理と伝えよう。第三王子クロビスとして命じる。新宿ゲットを壊滅せよ。相手は名誉ブリタニア人にすらなれないクズ。一匹残らず抹消せよ。当然。ジェレミア管理官、バトレー将軍が第二方面軍の指揮を取ってほしいと。参謀がいるだろう。せっかくの前線楽しませてくれよ。何なんだよお前は。お前のせいなんだろこの騒ぎは。なあ、しかもブリタニアは、ブリタニアが続くまでも。今の揺れ、それにこれは発砲音。地上で何が起こってるんだ。もしかしてさっき見たナイトメアが。ヒナ、この音、お母さんやお父さんが殺されて。フラッシュバックを起こしてる。この音で7年前の戦争を思い出してしまったんだ。ヒナ、ヒナ、大丈夫、大丈夫だから。この音が怖いんだね。お兄ちゃん。大丈夫。僕が地上を見てくる。ヒナはマリとトモと一緒にここに隠れているんだ。すぐに戻ってくるからね。ここから地上に出られそうだな。いいか、そこで待ってろよ。どうだ。イレブンしかいないようです。この辺りなんだな、出口の一つは。はい、旧市街との地図は照合済みです。ここはダメだ。見つかる前に地下へ戻らないと。ブリタニアめ、赤ん坊まで殺すなんて。こんな時に携帯。見つけました。女とあの学生です。ほう、よくやった。女を確保。学生はそこに立たせろ。テロリストの最後にふさわしいロケーションだな。お前ら。まあ学生にしてはよく頑張った。さすがはブリタニア人だ。しかしお前の未来は今終わった。殺すな！できれば生かしておきたかったが、上にはこう報告しよう。
我々親衛隊はテロリストのアジトを見つけ、これを殲滅。しかし、人質はすでになぶり殺しにあっていた。どうかね、学生くん。なんだこれは。スザクも、この子も、そして終わるのか。俺も、何一つできないまま、あっさりと。ナナリ！人とは違う断りで生きることになる。異なる摂理、異なる時間、異なる命。王の力はお前を孤独にする。その覚悟があるのなら。ラグナレクの接続、神話の再びの始まりか。いいだろう、結ぶぞ、その契約。なあ、ブリタニアを憎むブリタニア人はどう生きればいい？貴様主義者か？ん？どうした、撃たないのか？相手は学生だぞ。それとも気づいたか？撃っていいのは撃たれる覚悟がある奴だけだと。お、なんだ？ヌルーシュビ・ブリタニアが命じる。貴様たちは死ね！イエス、ユアハイネス。撃て！地上の様子を見に来たのはいいけど。まさかこんな。なんでブリタニア軍が。助けて。ブリタニア軍がケットルの日本人を手当たり次第に殺している。こんなのただの虐殺じゃないか。まさか新宿ゲットの日本人全員を殺すつもりなのか。いや、あり得る。ブリタニア軍の展開にナイトメアフレームの投入もそれなら理解できる。こうなると保護を願い出るなんて自殺行為だ。地下に戻って何とかして疎開に逃げ込まないと。みんな！お兄ちゃん！よかった、みんな無事だ。ヒラ、急いでこっちに。なんだ、何が起こった。何も見えない、何も聞こえない。ヒナ、マリ、どうも。とにかくみんなを連れて逃げないと。体中がきしむ。動かそうとすると激痛が走る。でもようやく五感が戻ってきた。で、天井は。そんな、あれは、あれは。